最近さ、うん、なんか男6人この部屋来るようになったやん。ああ、あいつら何なの？なんかすげえ動画撮ってるよね。ね、いやお前にここに来てたさ、うん、小娘や小僧たちも結構動画撮ってたじゃん、うん、なんか、なんだ、動画撮る場所みたいな、そういうとこらしいよ、ここは。あ、ここそうなの？そう、俺らそういうつもりでさ、やってんじゃなくね、別に。まあ、普通に温かい一般家庭が見れれば、まあよしかなと思ったけど、ね、そういうわけにもいかないみたいよ。うんうん、でもこういう壁線もいいよな。壁さんってさ、おお、なんだ、いたんだ。隣の部屋の壁さんとかいると思うんですけど、うん、例えばあのお着替えとかするじゃないですか、女の子が、うんうん、その時どうしてるんですか。え、壁のお着替えってこと？違う違う、壁じゃん、人間がお着替えする時に。あ、人間の着替えは興味ないよ。あ、そう、全然見てきたけどね。え、じゃあ逆にさ、壁の張り替え興味ある？ないです。壁紙張り替えててうわムラムラするわとかある？あ、お兄さんたちは壁が張り替えられてるのを見るとムラムラするんですか？それはあるよね。あ、確かに、うん、なんかさすがに、なんだろう、同性だとしてもちょっとさ、おお、全部いとるみたいな、そういう瞬間はあるよ。間違いねえな、うん、その辺はまあね、うん、性別も違うしね、生物っていうか、まあ、生物かどうかみたいなとこもあるしね。そうだよね、そもそも生物じゃないんで、うん、壁コミュニティどうなってるんですか？いやでもなんか会えないしね、普段ね。そうなんだよね。一番強い壁って何ですか？一番強いっていうか、一番偉いというか、崇められてる。まあでも、なって壁、まあでも六本木ヒルズだよね。ああ、そうなんですか。この辺じゃああいつになるよな。ミッドタウンとかじゃないですか？いやヒルズでしょう。まだヒルズ、ヒルズは強いよ。ヒルズの壁と後があります？いや、ないよね、こんなにね。いや、無理無理、そんな恐れ多い、うん、こんな1階のね、マンションのね、そんな大したことない、うん、なんていうの、うん、庶民壁がね。そうだな、そんな1階のマンションじゃないです、5、9階です。そういうことじゃねえよ。字がちげえだろ。本当の階、しかも言わなくていいじゃねえかよ。ここが1階だとしてもよ。バレると、俺らのとこに来ちゃうの。あ、そうかそうか、僕たちはもう見ようとこの線が使わないから、バレてもいいかっていう。もうなんか話聞いてると知ってるけど、君たちなんか有名なんでしょ。まあ、恥ずかしながら、なんかここで動画撮ってさ、だからここの場所とかバレると俺らまずいんじゃないの。ね、やだよね、そんなガヤガヤして。無理無理。でもまあ、どうなんですか、来るのかな。いやまあ、来れないと思うよ。うん、まあ、僕たちはもうここないんで、あの兄さんたちとはもう今日で最後なんですけど。え、じゃあ俺らずっとここで一人ぼっちってこと？いやだからまた次のなんか、あの有名なね、動画のクリエイターの子たちが来るんじゃないですか。一応次も来る予定はあるの？いや、まだ今の時ないんで、もしかしたらもうあの一回空き家になるので、張り替えかもしれない。空き家嫌なんだよね。わかる。結局物って人がいないとさ、あの朽ちていくから。うん、そういうこと。人が使ってなんぼだからね、僕たちね。今まで一番辛かったのはどんなご経験ですか。なんだろう、なんだろうね。うん、でも壁人生そんな長いわけじゃないからね。あ、そうなんですね。うん、こことかね、そんな地区、そんなね、何十年とかでもないし、うん、意外と分かんないです。質問があります。なんだよ、アフロ。あの、画鋲とか刺された時って痛いんですか？いや、当たり前でしょ。刺しちゃおうか、お前。我慢してるんですか？お前の胸に画鋲刺しちゃおうか、じゃあ。痛いんですかって聞いてやろうか、その後に。我慢してくれてるんですか？我慢してるんですよね。だって壁だもん。うん、あ、でも、すいません、なんかまあ、職業みたいなもんだからね。だって、あるでしょ、いろいろ辛いさ、なんか体張ったりみたいなするんでしょ。まあ、ありますね、企画コータでは。それ痛いからってね、やんないってわけにいかないからね、うん、生きていくために必要なことだから。ね、タバコは嫌なんだよな、でも。ああ、そうなんだ。そういう時に黄色くなっちゃうからさ、俺ら。俺大丈夫なんだよ、別に。へぇ、壁によっても違うんだ。まあね、好き嫌いはあるからね。まあ、シミとかは嫌だけどな。あ、まあね、うん、まあ、なんか普通の汚れは嫌だけど、タバコもちょっと経年変化みたいな雰囲気はあるじゃん、黄ばみっていうのは。バシャーンっていう汚れやだな。あとあれも嫌だ、そのさ、お前らみたいな小僧いるじゃん、小僧が叫んで遊んだりしたらコータが引っ張ってくれるんだよ。ある、あるよね。あれだるくね。あなたたちはこうリバーシブなんだ、こうあっち側、背中側に背中側の壁裏じゃなくて、ずっとこっち見てんだ。なんて言うんだろう、君たちが背比べするときみたいな体勢になってるわけだからさ。あ、この背中側にも、あの向こうのね、部屋の壁くんがいるわけよ、うん、で、後頭部にズシーンってくると普通に後頭部痛いし、うん、しかもなんかあの裏でさ、
あいつ殴られてるなみたいな、そういう心の痛さもあるわけ。まあ確かに、友達が叱られてる時ほど、あ、まあ叱られながらか、友達が先生に殴られてる時ほど、なんていうの、居心地の悪い瞬間ないですからね。そう、それの裏側にいるわけだからね。友達が先生に殴られてる瞬間に後頭部くっついてんだから、結構やだよ。めちゃくちゃ油そば食うやん。いや、すいません、居心地の悪い。目の前で。うん。なんか今後、例えばイベントとかあった時に、うん、壁になってくれたりします。まあ別に俺ら場所は選ばない。あ、そうなんすね。壁なのに一番エントリーしてるんですけど、壁さんは。いやいや、俺らがどこ、ここの壁にはなりたくないとか言う権利はないから。魂とか召喚できるんですか。まあここ、まあそうだね、壁紙って結構張り替えてさ、うん、まあ魂のか、魂が変わるみたいなもんでもあるし、うん、あ、皆さん壁紙なんですか。壁じゃなくて、まあ実質紙だよね。ああ、じゃあ張り替えられた時にビリビリってなったら死んじゃ、死ぬってことですか。まああんまり引き裂かないでほしいね。でも魂みたいなもんでもあるじゃん。だからいろんなとこに行って行くこともあるっちゃあるよ。そうそうそう、なんか思い出ってさ、引っ越すときにもし壁紙をちぎって持ってってくれたりしたら、俺はその人についていけるわけだから、うん、そう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 。そんなことしないけどな。そっか、でもなんか前いたんだよね、その友達でさ、うん、なんだっけな、あの変な YouTuber のさ、なんとかって人、なんだっけな、背高い人、有名な人、初めてああ、そう、そんなが、なんか家に来て、めっちゃ壁に落書きされたらしくてさ、うん、でもなんかそれを機にいろんな、そのね、その友達の何 YouTuber でも、うん、が、なんか壁にサインしちゃったらしくて、困りますね。そう、でもなんか、そこに住んでた人は思い出だっつってね、その壁紙1枚丸ごと持ってたらしいのよ。その壁紙はどこにあるんですか。あれはなんか引っ越すときに、その不動産屋さんが預かってくれたから、うん、まあ不動産屋さんに会って取り行ってないらしいんだけど。それ、結局いらないじゃないですか。まあ思い出ってね、そういうもんだからね。うん、なんか YouTube はそういうとこあるしね。うん、あとね、別の人にも聞いたんだけど、うん、その、はじめ社長って人、うん、が、なんか、あと別の壁のとこに遊びたらしいのよ。うん、柱あけぼのってとこにあるんだけど、うん、そう。で、そこの家主が、なんか今東京で仕事らしてるらしくて、うん、でその間になんか、そのはじめ社長のご一行が侵入したらしいんだよ。うん、そしたら、なんか、またね、その悪ガキがね、壁くんに落書きしてたらしい。悪いわ、あいつ、ほんとに。しかも、今度壁じゃなかったら、確か和室の襖くんだったんだよ。ああ、ああ、もうね、そこ引っ越すよっつ、退去するよっていう直前で東京の仕事が終わって帰ったら、もう家主は引っ越す気満々だったらしいんだけど、うん、そのタイミングで襖くんに落書きしやがって。普通に金払わなくてないもんね。もうあの人ね、ほんとね、すぐね、退去のお金増やしてくるね。めっちゃだね。ちょっと今なんかあれだったね、別の人の感情が乗りつつ。困ったもんだよ。あの人ね、悪いことするもんね。あの人悪いんですよ。うん、おい、悪いぞっていう人が少ないのいいことにね。そうよ、悪ガキですから。もうあの人こそガキ大将だろ。まあ、そうだね。そう思うと、はじめ社長って人のところの壁にはなりたくないかな。ああ。うん、もう何されるか分かったもんじゃないからね、うん、大変だよ。あんま汚しちゃダメだよ、それって、うん、簡単に。カベさんもそろそろ飯食います。そうなんだよ、食べたいな。なあ、いぼ、俺らってあんま、なんかあんまり、うん、そのね、表情を動かすなって、うん、その、魂吹き込まれた時に言われるじゃないですか。まあ、壁があんま動かしてたら気持ち悪いからね。あれって破ったらどうなるのかなってちょっと思いません？ちょっと近畿じゃないそれ。結構ずっと口動かさずに喋らないといけなくてすごい大変なんだけど、これをもし大きなお口開けたら我々どうなるのかなって気にならん。いや、壁紙ビリビリ案件じゃないそれ。大丈夫？ビリビリになっちゃうかな。いや、壁たるもの。いや、顔痛いんだよ、顔。一回わーってやってみる。一回わーって。なんかちょっと心開けたしな、この、うん、ここに来てくれた今日みんなのおかげで、うん、そうだよ、一回試してみようよ。じゃあ、思いっきり何表情っていうか感情出してみる。うん、今まであんまね、大口開けで笑ったりとか喋ったりとかなかったしね。確かに。じゃあ、一回やってみようか。はい、せーの。うわー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 。壁が落ちた。え、俺らはもう自由だくん。どうなってんの今。どうなってね、見えない。バリバリになってますよ。バリバリになっちゃった。うん、いや、緑ではあります。あ、緑とか痛い。緑ではないよ、白だよ。うん、なんか
もうこうなった以上ここにはいられないな、うん、そうだね、壁としての今日やめてしまったよ。意外とあんまり落ちないんだね。うん、そっか。はぁ、でもなんか壁紙はバリバリだ今。壁紙とも一緒に油そばだよ。手でかいちゃった。油そばだよ。そうだね、うん、よいしょっと。あー、めっちゃ落ちた。あ、めっちゃ落ちた。